改めて本日のゲスト、いのりとおかです。初めてもしかしたら見る方もいるかもしれないので、一人ずつせっかくなので自己紹介をいただけますか。一人ずつ自己紹介。はい、高校1年生チーム6歳、宮城県産の橘花蓮です。イエーイ。はい、高校3年生18歳、秋田県産のリスキーカルです。イエーイ。はい、高校2年生17歳、宮城県産の瞳ぎねです。イエーイ。高校3年生17歳、福島県産の安森岡です。はい、高校1年生16歳、仙台産吉瀬君です。はい、はい、中学3年生15歳、岩手県産の桜井乃です。はい、中学3年生14歳、新田美です。はい、中学3年生14歳、宮城県産の伊達香衣です。はい、高校2年生17歳、宮城県産の葉月優奈です。よろしくお願いします。はい、中学30歳生だ。同級生だ。落ち着かんだから無理あるからさ。今日はあれですか、保護者の方もついてきた。待って死んでるマネージャーか。すごい、髪出しなんでハムカツみたいなジャケットついてめっちゃ合ってる。代理店の方じゃないですか。違いますからね。笑い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 違う逃げて、みんな逃げて。あれ、反射の人ですよね。ごめんなさい、来たばっかりでそんなテンションになる。ここ上げていこうよ。ごめんなさいね。ストロングスタイルの伊沢くんです。今ね、仕事でちょっと遅れてて。そうなんですよ。今到着した。お疲れ様です。うっすらと安倍勝で何回も絡んでるのに。あ、そうだ。誰？えおい、ちょっと飲めてますよ。そうだよね。お疲れ様でしょ。あのオープニングからキスキスしてもらうのやめてくれ。お願いします。お願いします。はい、さあ、ということで戻ってきて、戻ってきて、大丈夫だよ。ここしゃべるから変な薬とか売る人じゃないから。本当に優しい。ギネルだけじゃない。ギネさあ、これね、なかなかこのお笑いのライブの舞台に立つことは多分なかなかないと思いますけれども、初めてでも今日あのファンの皆さんもね、たくさんいらっしゃいますので、今日はあれですよね、あのパフォーマンスも見せていただけるので、はい、初めて見る方いるかもしれませんけれども、ね、ネタもパフォーマンスも全部楽しんでてください。はい、ネタはやりませんからね。はい、さあ、じゃあいよいよスタートということでよろしいでしょうか。はい、なんで俺だけ見た。ちょっとなんで俺に見たの。プロデューサー CEO だからな。 CEO だから。進めてください。カンペ出してくれるかな。できてる。さあ、じゃあ、皆さんオープニングでやりました、はい、いきなりライブのポーズを、ね、はい、やってスタートといきたいと思います。何のみよみまねでいいよ。みよみまねで、なんとなくみんなが思うような感じで。マネージャーが教えてる一生懸命。さすが、さすがマネージャー。一緒にね。はい、いいから。OK。 OK。 さあ、じゃあ会場の皆さんも一緒に参りましょう。それではいきます。せーの、いきなりだ。すごい賑やか、すごい賑やかになりましたね。はい、さあ、ここから、ね、ネタの方盛りだく